はい、こんにちは、ビッグボイです。それでは今回もファイナルファンタジー15続きやっていきます。近くのところからセーブして、で、こっちに進んで、で、こっからスタートだ。前回はここまでやってきて、今仲間ともはぐれてしまってて、孤独な戦いを続けているのことだけど、ついに腹を決めて、紅葉の指輪をはめて、今、武器が封じ込まれているんだけど、魔法だけは、使える状態で進んでいる。この要塞の上層部を目指すわけだけど、こっち進めるからこっち行く。で、なんかいる？なんでもない。帝国兵？帝国兵が倒れてる。ああ、まだいるな。迷いそう。まだの窓兵の音する。さあ、ここに隠れる場所が、あ、隠れられない場所だ。おい、プロンプト！止まれって！いや、待て。罠じゃない？目光ってる。うおお！動いた。びっくりした。なんかドッキリ傾向が強くなってきてるな、最近 FF。まだ音するし、いや、全員動き出しそう、こういうの。動かない？あ、あ、窓兵か、今の。大丈夫かな？いけるかな？いないね。いないのかな。こっち行くか。お、こっち行く。別の部屋だ。あ、セーブエリアかな。この機械、鍵のレベル使えそうじゃん。鍵、所持カードのセキュリティレベルが02になった。解除レベルを2に更新しました。レベル2までの扉の開放に有効です。あ、ここ入ってよかった。音が近い気がするんだが、大丈夫？どこ行った窓兵？あ、いるね。どこまでこっちに来るんだ？して、あらららら、ダメか。この距離ならデスで、ダメだ。ホーリーで倒そう。
結局ホリーのゴリ押しになってしまうが、もう一体いた。あ、もう一体いる。あ、たくさんいる。ちょっと待って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 、こんなにいたの。ああ、しまってる。まずい、捕まった。あ、爆発するのか。こいつ先出そう。かわしてホーリー。よし、あ、結局こうなってしまうか。さっきのが本物のプロンプトなら、ここスルーできたの、うまく。こっち行ってみよう。こっちが傭兵待機室だからセーブポイント。ラジオ聞けない。はい、あー待って、プロンプト。またアーデンか。あれ、アーデンがプロンプトに化けてんのか。逃げていくもん。ああ、なんでだよ。プロンプト、そろそろ危ないかもね。先手必勝だ。ん、あ、プロンプト、あ、プロンプトいた、あそこにいた。こんな長距離からデスは放てないのか。認証できません。このカードの防衛機能解除レベルは2です。もっとレベルが必要なのか。ちょっとプロンプトの様子。くそ、あかね。目の前にいるが、やっぱり捕まってるじゃん。さっきの魔導兵どこ行った。ああ、来てる。見つかった。です。よし、オッケー。あ、窓兵に見つかっていない時点ではデスが発動できないんだ。かなり距離を保てばデスでも倒せる。さあ、プロンプトをどうやって助ける。わあ、びっくりした。と思ったら、なんだよ。ドッキリかよ。ここなんか通れそうな隙間があるけど、ちょっとその前に、多分この先にセキュリティカードを更新できる部屋があるはず。こうまたバーって出てきたりしないよな。OK。 あれでもセキュリティカードないな、更新できるマシン。プロンプト助けよう。この隙間、え、さっきぐったりしてたけど、助けてなんて言う？あー、倒れてる。あら、お、なんてこったい。これホーリーで倒すしかないな。あ、たくさんいる。離して、
この雲はなんだ、雲じゃない、人が、なんか女性の肉体がくっついてる。あとこいつだけ。ですが効くかこいつ、効かないよな。なんかないか、なんもない。これは MP が足りなくなるな。かわすタイミングを見つけてホーリーを。半分切ったか。よしよし、オッケー。わあ、灰になった。よし、プロンプト、プロンプト隙間。クソハズレ、また最初からかよ。そんな気はしてた。はめられてるな、アーデンに。解除レベルを3に更新しました。レベル3までの扉の開放に有効です。友達が死んだかと思ったよね。急がないと次は本物かもよ。いやー、そっか、他に行けるエリアがあと2つあったから全部探るわけか。で、シュージュー聞こえる。これ開くよな。あ、武器がある。いい仕掛けだったでしょう。の、間違わなかった？本当に本物じゃなかった？ちょっとね、また敵がバンってね、出てこないかがひたすら心配であって。またガリガリ聞こえるし、窓兵いるな。全部ぶっ折った。砂がだった。そんな不意打ちは食らわん。いない。戻るか。ほよほ、シュシュ聞こえるな。あー近い、ホーリーだ。もう一丁オッケー。これはサブクエストとか結構こなしてレベルがかなり高いからこんぐらいで倒せるのであって、本来のスピードで進めていたならばこの窓笛めちゃくちゃ手こずるんじゃないの。こっちまで戻って、多分まだ別のエリアがある。心細くて泣きそうって顔だ。
怖いわ。広しめ。岩にもき出しそうだもん、こいつら。いや。ほら。はい。孤独でも頑張るぞ。よし、戻ってきたな。で、今度は正面側か。おっ、動くも。ああ、心臓に悪いわ。まあきっとこっちも外れなんだろうな。これはエレベーター？あ、上に行ってる。なんだここは。君たちの希望まであと少し。もうすぐ手が届く。中央エレベーターを探しなよ。そこに大事なものがあるから。はいはい、どうも。中央エレベーター、周りにいくつかマシンがあるんだけど、これは何？死にそう。死ぬわ。これは何？動かすやつ探してこねえと。またセキュリティカード更新だ。これじゃあ今動かないんだな。これエレベーター？ああそうだね。探してくっか。こっちはなんもない。向こうね。あ、なんかアイテムある。なんかノクトがさっきからずっとこの警戒しているのかフラフラしているのかよくわからない走り方だからダッシュができない。おお、ありゃまずいよ。はい、ありゃまずいよ。デスで倒せんのかあれ。戦えないんじゃ王様を名乗れないね。そうだな。戦えって言ってんの？それは戦えなくもないレベルにはあると思うよ。ちょっとわざと見つかって距離を保ってデスを使ってみるか。見つけろ。多分デスは無理だと思うな。無理だね。はい、というわけで掘りで行こう。攻撃してこい。あれ、かわしてない。オッケー。あー全然変ねえ。長期戦になるなこれ。お、なんだ。え、何もいなかったじゃん。さあ距離を保ってるぞ。
よし、あとちょいだ。ホーリーをずっと食らわせ続けて、あとちょい。よし。普通にプレイしてる分には絶対倒せないぞ、あんなの。きっと逃げろってことなんだろうけど。カードの捜索を。まだね、魔導兵ドッキリがね、続くっぽいんだけど。あ、え、嘘でしょ。倒した意味ねえ。結局湧いてくるんかい。ならもうパッパと探そう。向こう進行方向が向こうになってるな。強化兵もいるし。何かに見つかった。何やってるの。向こうだな。こっちか。あ、こっちを見ろ。あれ、こっちを見た。ザ・ホーリーで倒しちまえ。さて、これ乗ってこっちか。何もいない。おっ、いない。となるとどっかこの辺にマシーン制御盤かなんかある。あった。あったけど、なんかこんなだだっ広いエリアとなるとなんか奥にありそうな気がしてならないな。ちょっと魔導兵が数体いたけど、奥の方にもここでしか手に入んないアイテムとかがあるかもしんないから見てくか。こっちを見ろ。こっちを見ない。見た。気づけ。足りないな。相当距離を保たないと。暴走強化兵でもデスが使えないってことは、あの鉄巨人はなおさら無理だな。オッケー。おい、へっぴり腰になってるよ。そんなことねえよ。だってまだいるな。来い。もういっちょ。何かアイテムがありそうなんだが、なんかない？いや。こっちを、こっちを見て、こっちを。あれ、武器を持ってない。なんだよ。え、武器を持ってないとなるとこういうことか。あ、 MP が足りないかもしんない。
どうしよう。武器のない武器のない窓兵がついてくる。まあちょっと落ち着け落ち着け、今 MP 回復してるから、供養してやるから。よく見たらちゃんとデス使ってる間敵がどんどん痩せていってた。さてわざわざこんな奥まで来たけど、なんかあるか、この辺とか。なんだこれ、あれレバーだけど。なんもない。なんもないのか、もしかして。鉄巨人はまだ移動してるし、全部こういう薬物ばっかりだ。でリフトがあった、明日に行っちゃう。あこれだけかーい。これだけかい。はい、中央エレベーター動かそう。はい、退散退散。であれが制御盤。よくやったね。これはプレゼントだ。嘘でしょ。なんだ。落とされた。落とされたが生きてる。で、なんでかレイブスが死んでる。どうもな。ちゃんと受け取った。どうしてこんなところに。だけど父親のファントムソードが手に入った。手に入って装備できてる。剣が使える。囚われているのなら
そのままアコールドを頼れ。もう帝国の人間とは連絡を取らなくていい。制約をするなら覚悟をして臨め。ノクティスが本当に力を手にできたなら、レギス陛下の剣も王の手に渡そう。あ、剣を渡そうとしてたんだ。義手が外れてる。よし、それじゃ今回ここまでにしよう。エレベーターせっかく動いたのに、乗ろうとした瞬間落とされて、再びもう一つの方のエリアに行くはめになったけど、リブスから剣もらって死んじゃってるけど、再び上層部を目指そう。それじゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。